ライプツヒのライヒ裁判所庁舎ライヒ裁判所は、1879年から1945年までの、ドイツ国において民事及び、刑事の最上級審を管轄した裁判所。国家司法法によって創設された。日本語では、ライヒ裁判所以外にも、ライヒ最高裁判所、帝国裁判所、帝国最高裁判所、ドイツ国最高裁判所、 国事裁判所などの訳語がある。ナチ政権の台頭に伴い、来費裁判所は国家社会主義的な課題の課中に巻き込まれた。ナチ政権が制定した婚姻法と契約法についてさえ関与したが、これはニュルンベルク法制定までであった。ナチスの政策に対して最高レベルの法的正当性を与えた点について、来費裁判所は批判されている。 第二次世界大戦の終結に伴い来避裁判所は廃止され、米英物の占領区域においては、ドイツ統一経済区高等裁判所に改組された。ドイツのザクセン州ライプツヒにあり、建物はルートビヒホフマンとピーター大ボードによって設計され、1895年に完成した。ルネサンス建築で設計され、 二つの広い中庭と中央の丸屋根、エントランスの大きなポルチコが特徴である。豪華な装飾の切妻屋根と彫刻はオットーレッシングによるものである。ドイツ再統一後、かつての来避裁判所庁舎は改装され、連邦行政裁判所になっている。ありがとうございます。